Maybe another 5 minutes, ね。OK。これは先ほどのそのあのドックで余ったのをもらってきて、ただ塩振ってあのバーベキューのあれで焼いたものですね。それとこのそばヌードとこのグリーンサラダをミックスして一緒に食べるんですよ。そしたらものすごく美味しいです。シンプルだけど美味しい。なんでかって言ったらものすごくフレッシュだから。だからあんまたくさんのソースをつけない方がいいと思います。フレッシュのものは。今回はスプリングが15匹と後方が15匹、ほんで早速もう月曜日に帰ってきましたので早速下ろして、一つは後方はねスモークにしました。それあれは刺身にはあまり向かないと思うし、でスプリングのはもう刺身と、まあ、ステーキ何でも使えるようにしました。ほんでまあ早速昨日もう料理に出したんですけど、ものすごくやっぱり評判いいですよね。だからよかったと思います。でこれから今年はですね、サーカイサーモンがたくさん取れる予定みたいなんですね。去年全然ダメでしたからね。で今年はもうちょっとしたらサーカイがオープンする、それでちょっと期待してますけど。Yeah. Beautiful. More line out. More line. Oh, oh. Beautiful. Nice one. Look at the color. Yes. Okay. 釣れたよ. Big one. 25 pounds.やっぱりね、サーモンはで言ったら一番ベストなのはやっぱり。ね、スプリングサーモン、チヌクですね。これは、まあ、お刺身にしても美味しいし、もちろんお寿司、もう 何にしても美味しいですね。そうだからもうあれは何人でも使えると。でも一番、まあ、美味しいサイズっていうのはだいたい15パウンドアップかな、15パウンドから20パウンドぐらいのスプリングサーモンはもうものすごくいいですよね。ほんで後方っていうのはサイズがちっちゃいですからね、脂がそんなに乗ってないんですね今は。でも秋に取れる候補はちょっといいけど、今取れるあの候補は脂が乗ってないから、そういうちょっと加工中かな、スモークして味を足していく、そしたらものすごくいい。だから脂が乗ってない分ものすごくスモークにしたらいいですよね。ほんでサーカイサーモンは、まあ、あの2番目に来るスプリングに来る僕から見たらね、でも値段はだいたいスプリングサーモンとサーカイサーモン値段はだいたい一緒なんですね。まあ日本人は紅鮭は好みますけど、こちらの人はどっちかといったらスプリングサーモンが好みますよね。ピンクサーモンっていうのは一番みんなこっちの人はまあバカにするけど、これももう取れたてはスモークしたらもう最高のスモークサーモンになりますね。去年な4年前かな、バンクーバーオリンピックの時に、僕とそのサーモンサプライの人と組んでやったんですね、チームを組んで。ほんで私はそのピンクサーモン、まあ、一番安いんですよね、価格ランクが。でもそれで僕なんか あのチームが優勝しました。それはまあ世界のメディアがオリンピックの時来られて、世界のメディアが中あのね、あれ投票して決めたルールなんですね。だからもう何ちゅうかな、誰々が作った料理じゃなくて、もう食べて率直にブラックボックスというのかな、そういう投票でやったんですね。それで我々が1位になりましたよ。大体、32軒出た店で、まあ、バンクーバーのトップレストランね、それで我々がやっぱりベストプレイスになりました。やっぱりスプリングサーモンは
やっぱり脂が乗っとって、まあトロみたいなもんですよ、あのマグロで言ったら。もう大トロ。ほんで、サーカイのまあ脂が乗っとるのは、どっちかといったら中トロみたいな感じ。ほんで、後方、まあ赤身。ほんで、そのピンクもそう、赤身のその、なんちゅうかな、シビちゅう、日本語で言ったらその、まあ、ただ色が赤いっていう感じだけの感じですね。